さあ専務どうぞ。あ常務どうぞどうぞ。ここはねシーフードが有名なんですよ。さあおかけください。決まりでございましょうか。専務は？さあね。常務は？私はまだあまりお腹が空いてないから何か軽いもの。はい。それじゃちょっと。私はね、下ビラメのムニエルね。スープかサラダをお付けいたしましょうか。スープコンソメサラダいい。お飲み物は？ビール。早くやる。ございます。じゃあはい、こちら様。僕も下ビラメ。スープかサラダをお付けいたしましょうか。コンソメサラダはいらないわ。お飲み物は？僕もビールにするわ。そうね、私も下ビラメにしてみるか。スープかサラダは？おうね、コンソメにしてみるか。お飲み物は？おうね、ビールにしてみるか。あ、僕も同じ。私も同じで。こちら様、何なさいますか？ちょっと待ってね。クネールか。クネールのブーダン風というのは、クネールをブーダンの形に作ったということ？さようでございます。確かフランスのタイユバンっていうレストランで出してたような気がしたけど。よくご存じでいらっしゃいます。うちのシェフがタイユバンで修行いたしましたもんですから。じゃあソースはキャビアソース。おっしゃる通りでございます。じゃあそれから始めてメインはエスカルゴのパイ詰め。これはソースはフォンドボーですか？はい、エスカルゴとシメジをマデール酒で煮まして、それをさらにフォンドボーで煮込んでございます。じゃあそれにしましょう。それとサラダはこのくるみとリンゴのサラダにしてみるかな。あ、それはぴったりでございますね。お飲み物いかがいたしましょうか。そうね、今日はどういうものか朝からコルトンシャルルマーニが飲みたいような気がしてたんだけど、81年はあるかしら。ではソムリエをお呼びいたしましょう。うん、そうしてちょうだい。